アッシジの聖フランシス教会は1661年にポルトガルによってポルトガル領インドに建設された教会。アッシジの聖フランシス教会は敷設された修道院と共に1517年にゴアに上陸したポルトガルのフランシスコ会修道士8人によって設立された。フランシスコ・ザビエルが百四十八年にこの修道院を訪問した時には、 40人ほどの修道士がいた。祭壇の飾り壁は腐食が進んでおり、朽ちようとしており、修道士たちはポルトガル王に新たな飾り壁を求め、さらにクロッシングを挟む礼拝堂に2つ、三次会会議場用に1つを求めていた。しかし、マヌエル様式で建てられていた建物は後廃が進み、建物は現地の主導で建て直され、 新たな建物の提訴が1661年に行われた。この再建築の際に当初の建物で残されたのはマヌエル様式で作られた入り口だけであった。この再建築はバロック様式を取った。1986年にゴアの教会軍と修道院軍が文化遺産として世界遺産に登録された際には構成資産の一つとなった。教会に付設されていた 修道院の建物は博物館となっている。以下の記述は、足地の聖フランシス教会の傍らに設置された、銘板に記されたものである。山層のファザードの両側には八角形の塔が配され、中央の壁岸には聖ミカエルの像が置かれている。照明の入り口は、円形の札柱とバラ窓の装飾が施されている。中央の新郎は、 筒型ボールトで、交差部は、リブボールトで、聖火体石が設けられている。建物内の控え壁によって、チャペルが区切られ、上部には、回廊が巡らされているが、この壁には、花々の衣装を施したフレスコが描かれている。主祭団の聖紀の髪型には、アッシジの聖フランシスコと、十字架にかけられた、イエスの大きな像が配され、その下には、聖ペテロと聖パウロの像がある。 振動の壁には足地のセフランシスコの生涯を描いた複数のパネルが置かれている。教会の内部に掲げられた足地のセフランシスコの生涯を描いたパネルは16枚で構成されている。ありがとうございます。